いよいよ東本ベイナーズ3代目、全然別の気持ちなんだな。頑張ろうぜ。覚悟だけで今日臨んでる。東本の夜はまだ終わらない。おはようございます。ういっす、おはよう。今日何があるんですか。騒がしい。これ、あ、闘魂ペインターズの全国会議ですね。噛みました。すごいよ、全国会議だよ。この会場見た？まだ見てないです。この会場撮った。一緒に行きましょう。もう本当にみんな挨拶終わっちゃったよ、お前。すいません。どうも。おはようございます。初めまして。あ、久しぶりです。木更津店の店長。あ、相田さん、お疲れ様です。店長。継承式もやるんですね。じゃん。今日は、はい、闘魂ペインターズが16年目を迎えて、初代執行部ね、安田会長をはじめとする初代のチームがあって、まあ、今2代目のね、宮島会長をはじめとする2代目体制が8年間、16年闘魂ペインターズの歴史の中で8年間宮島会長がこの会を経営してくださって、いよいよ闘魂ペインターズ3代目第3章、今日は3代目の体制に、継承されるということで、闘魂ペインターズのみんなが全国から集まるというそういう日でございます。ありがとうございます。今回ね、俺は何も準備では携われてないけど、玄ちゃんと伊藤ちゃんが全部準備してくれて、お昼過ぎになれば全国のみんながここに集まってくるから、はい、それまでに迎えられる準備をしなきゃということで、浅見さんにもちょっと、あ、そうですね、インタビューしましょうか、うん、ユーマペイントの YouTube です。モザイクでいっときるよ。市川店の店長、おはようございます。店長、うん、店長、元エビ。元エビって何ですか。前世エビです、はい、昨日そう決めました。店長、あ、船橋店の、船橋店の店長、おはようございます。店長、おはようございます。よろしくお願いします。撮ってんすこれ本出るんですか。闘魂1はこれもともともう出てるよ。あ、1は出てる。お前は当然読んだことある。もう熟読してます。熟読してる、はい、俺いいこと書いてただろ。書いてましたね。うん、本当にもう涙ちょちょ切れるよ。で、今回闘魂2が出るんで。闘魂2、そう、闘魂2、青の帯ですね。そう、青帯。闘魂2が今回なんと今日、うん、本日、今日からですか。そう、出版されます。 おめでとうございます。ありがとうございます。闘魂ハケ、ハケだね、いいやんか。闘魂パーカー、パーカーもあるんですね。闘魂ブルさん最高だよ。で、これが闘魂の暖気。おー、かっこいい。あ、さっきさ、別のか、こ、部屋のところで内見者研修の看板あって見た？見ました、見た。今日さ、400人のさ、ペンキ親父がさ、廊下でさ、大騒ぎしてさ、ハグして抱き合ってる中さ、内見者研修ってさ、かわいそうだよな。ほら、あ、内定式会場やで。映るかな。社会怖ってなんかな。まずは見てたから、この3点前方です。電報、あ、ありがとうございます。電報お皿入ってるけど。はい。闘魂宛てと各所宛てに来ました。令和の電報はお皿に。あ、どうなんですか。俺んちもお皿ぐらいはある。今里有田へ。その辺の皿とかの脇ですよ。俺んちにもあるよ。嘘ついたねえわ。俺んちは紙皿だった。ミケさんからいただきました。ありがとうございます。うん、これでもう毎日ご飯食べたいと思います。ご飯。あれ、こっちじゃないか。石字ってどっちだ。あっちか。緊張してますか。緊張？はい。全然してない。してないです。うん。緊張はしてない。だけど嬉しいとは思ってない。嬉しいとは思ってないですか。うん。2代目の継承式っていうのがあるわけや。宮島会長に継承される初代からね。で、その時は執行部として俺も組閣に入れていただいて、2代目継承式の時も宮島会長と一緒にあの壇上に上がらせていただいて、これから2代目体制やりますっていうタイミングだったのね。宮島会長の横に俺が整列並ばせてもらって。
ってるから、はい、で同じタイミングで同じ景色を見て同じ継承を受けてるわけ、その時と全然違う。あ、やっぱ見える景色が、うん、全く別の継承式。あ、でもっと言うと宮島会長に任命いただいてるから、これから宮島会長と一緒に新しい滝に進むね、トコンペイターズを作っていくっていう覚悟であの壇に立ってたけど、隣にいる宮島会長の気持ちはね、一つも理解してなかったね。あ、全然分かれてなかった。あの日の当日の兄貴ってこんな気持ちだったのかなっていう、分からないけど、その日の当日は俺どういう気持ちでいたかっていうと、はい、2代目で事務局長って言って宮島会長を下でお支えする役割をいただいたんだけど、これから宮島体制が進みますみたいな、これから宮島が行きますみたいな、皆さんでいい闘魂作りましょうみたいな、今すぐに号令かけてください、行きますみたいな感じで、もうエネルギーに溢れてたんだよ、はい、行くぜみたいな。俺がそういう気持ちだから、当然と隣にいる兄貴もそういう気持ちだと思ってるわけよ。あ、そうですね、兄貴これから行きましょうねみたいなさ。で兄貴兄貴でね、兄弟頑張ろうなって言ってくれてたから、兄貴もそういう気持ちで横にいると思ってて、二人でこうやって並んでるわけ、並んでるけど全然別の気持ちなんだな、きっと8年越しに見えてくる、8年越しに、うん、分からんかったな。あ、うん、兄貴の気持ちは大抵のことは俺理解してるなと思ってね、あのうぬぼれてたわ。背負うものが会長ってなると、どうなんかね、そうなんかな、どうかな、あんま思ってないですか社長、うん、あ、思ってない、それはあんまり思ってない。背負うとかっていうことへの、うん、その責任とかっていうのはあんまり別にピンときてない。あ、いつも通りだ、いつも通りだ、そこはいつも通りや。宮島社長来ました。兄貴と、はい、お邪魔します、お邪魔します、お邪魔します、やってます、お邪魔します、頑張ろうぜ。もうダメだ。もうダメだ。入ってます。これ何？これか。これですね。この中央の線からチュゲ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 で、これ七福様の、ご寄付のお礼状になります。お礼状を書きまして、宮島会長のボールペンでいいですか、はい、サインと、はい、佐々木さんの事務局長のサイン、はい、でその他の方は、神奈川町と、達也さんにいただきます。わ、懐かしい。ここなんだ。そうですね。神言うとない。じゃあ。ここに名刺来なかった。はい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 。すいません。あ、もう11時？あ、すごいやん。リハーサルやん。もう。はい、もうリハーサルですね。もう始まります、うん、もう3時間ぐらい準備してたいね。その準備のまま解散とかね。お昼の、おはようございます、おはようございます。いや、席からです、いいです、はい、その前に動画になりますんで、すごいだろ、準備って、ここに1年前からここで準備で、みんなを運営するってそういうことなんで、マニラが1個分かるんだよ。あ、そう、はい、始まっちゃう、始まっちゃう、あ、そう、やだね。これで一通り準備とリハーサルが終わりました。そうそうそう、おはようございます。黒木兄弟来てるよ。あ、どうも、よし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 よこのまんま懇親会に入ったらいいのにね。ああ、もうそっちで、うん、みんなで集まって懇親会、飯食って酒飲んで、いつの間にか継承してるっていう感じ。いやいや、継承とかももういらない、いらない。いらないはダメですよ。とにかくさ、今日は2代目最後の全国会議をやって継承式だから、何しろ2代目宮島会長から継承を受けるわけ。
日本一のペンキ屋を営んでる兄貴から継承を受けるわけ。日本で一番じゃない俺が。分かる、この気持ち分かってくる、はい、ちなみに何番目なんですか日本で、はい、ほぼ最下位ぐらいだよ。そんなことないじゃないですか。そんなことないから。分かる。順位はね別に何番でもいいんだけど、まあ、とにかくでも日本で一番俺が尊敬している親父周りから受け継ぐっていうことに関してはやっぱりなんと言葉にうまくできない、ご期待に応えたいっていう気持ちもあるからね。覚悟はもうできてるけど自信はないよ。自信はないですか。うん、覚悟だけで今日臨んでる。覚悟はある。覚悟はある。これ男の子や。男の子ですか、うん、自信はないよ。それは実力の問題だ。これからつけていくって感じですかね。自信、自信、まあ自信が持てるかどうかっていうのは実力がつくかどうかってことな。実力がないのに自信があるってことないからね。まあ、そういう意味ではね、実力ちょっとずつつけていくしかないかなとは思いますけど、まあ、でも何しろ先人がね宮島会長ですから、そういう意味では、まあ、宮島の背中をねこれからもずっと追っかけながら、で東高のファミリーのみんなにとってやっぱりいい会をこれからも作っていきたいなと、そこだけは覚悟を持ってます、ね。じゃあありますか。始まりたい。ドゥーズ、ドゥーズ、ドゥーズ。始まっちゃうね。始まっちゃいますね。あ、もう映画してるか。危ねえ。セーフ。耐えました。耐えた。耐えた。イエイ。闘魂活動決して無料でできてることじゃないんです。
その思いを強い志が関わる全ての人々の心の中に幸福という明かりを灯すことなんです。今日初めてご参加くださった新会員の皆さんも改めて東本家族になってくださって本当にありがとうございます。ここから初めてボランティア活動をする皆さん、この活動を続けていると人に疑問に思うこともあると思います。ただその時ぜひ思い出してほしいんです。こんなに全国に志がある仲間がいるんだ、我々の行うボランティア活動は本当に尊い活動だって、ぜひ自信持って歩んでいきましょう。我々の最終ゴールは自他共の幸福です。自分も周りも社会もみんなで幸せになる、それこそが東根ペインターズの活動です。ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後になりますが、本日ご参加のすべての皆様魂に残る一日になりますことを願い、ここから東根全国会議を幕開けします。皆様本日よろしくお願いします。収支の状況を先日10月6日7日執行部の皆様にご報告し、確認いただいた内容を簡潔にお伝えします。絵面すごくない？じゃあ、ありがとうございます。みんなペンキやだ。あ、そうですね、うん、すごいだろ。そんな集まるなあ。だから、こんだけの親父がさ、災害があってさ、本気出してさ、その町救いに行こうと思ったら結構救えるぞ。やっぱ頑張んなきゃなと思うでな。お疲れ様です。はい、終わっちゃったね。全国会議終わりましたね。一部会議終わっちゃったね。はい、残念だね。残念ですか？残念だろう、どう考えたって。いよいよずっとはね、このまま明日までずっと全国会議やってないいよいよです。いよいよだよ。いよいよ。ちょっと、兄貴の、兄貴の直前、兄貴の直前、うん、兄貴直前、直前です。あ、副会長もいるから。直前の感想が。ここからだね。ここからですね。全国会議はまあ面白おかしくて、ライトの。ここからあの闘魂の真骨頂、真骨頂みんなに感じてもらいたいな。本気で思います。本当の闘魂を。ふざけなし。魂のみでいく。魂の完全燃焼。完全燃焼。完全燃焼。ありがとうございます。完全燃焼。すべての責任を。すべて受け継いで。すべての体制を新しくしてスタートした方が俺の気持ちいいかと思います。ありがとうございます。本当に頑張ります。歴史的な1ページに本当に参加できて嬉しいです。俺は悲しいです。本日3代目の幕開けとなります。2024年東根ペインターズの経営継承式を開催させていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。ご連携さんがご指名をいただきましたので計画をさせていただきます。日本全国で社会貢献している東根ペインターズの一員という気持ちで共に活動させていただけたと大変光栄に思っています。最後に出ますが、矢島会長、8年間誠にお疲れ様でございました。そして佐々木会長、これからの東根ペインターズ共に大変に必要とされる存在であり続けたいと尽力させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。これで3代目会長以外の執行部がここに揃いました。東根ペインターズ初代から受け継いで、そして2代目、そして次は3代目、本当に歴史を積み重ねてきました。ですから3代目皆さん、家族にはね思いかもしれません。でもそれ以上に家族皆さんへの期待が一気に会長から伝わってるんじゃないかなと思います。もう我々最後になります。3代目、佐々木拓郎に任命します。ここで SBO法人東根ペインターズの皆さんへ任命式を執り行いたいと思います。
佐々木拓郎殿、あなたを今回三代目会長に任命します。開局から合わせたお総でできる社会貢献を挙げてください。私は二代目会長になってその瞬間から次の世代をあなたとしてみます。皆の期待、参加者、そして日本全国、日本のメンバーみんなのために参加に頑張ってください。令和6年10月10日 NPO 法人トーコンピーターズ2代目会長矢島一世、頑張って。新会長あります。佐々木新会長、よろしくお願いします。皆様、本日は多忙な中、私たち総本部に出すためにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。三代目東コンペイターズのバトンを二代目会長宮島隆介よりしっかりと受け止めさせていただきました。やっぱりここでよかったな、そう思える段階を私たち必ず作ってまいりますし、この先の世代につないでまいりますので、どうかこれから3代目このメンバーを信じていただいて応援いただきたいと思います。これから頑張ります。よろしくお願いします。はい、じゃあ世代の皆さん、お疲れ様でした。せーの、イエーイ。肉ですか。2枚目リストアップの方に感謝状をご用意いたしました。私は、佐々木会長よりお願いしたいと思います。たった1時間2時間前に検証を受けたばっかりで、大変僭越でございますが検証受けましたので、二代目の執行部の皆さんに感謝状を渡したいと思います。感謝状、ミスター闘魂殿、
闘魂キャラクターのフェイターとしての模範となるボランティアマンでございます。ネクタイの結び目は大変気持ち悪いでございます。東海に対する愛は本当にでございます。これからも東海をよろしくお願いします。最後になりますが、会長会長宮島祐介殿、ないがしろにされてこうなっちゃうんだよね。2代目会長として寂しがりながら私たち東海メンバーを導いてくださり、今の投稿を作ってくださいました。本当にありがとうございます。必ず2代目宮島会長の本体に添えるようなコールとしてまいります。これからもご指導をよろしくお願いします。本当にありがとうございます。会長に一番似合う花でございます。どうも皆さん、8年間2代目執行の支えていただきまして本当にありがとうございました。すでに3代目の皆さんは2代目を見ず、初代を見ず、3代目をまっすぐにしてください。しかもどうぞ、ありがとうございます。私も以上でお願いします。ありがとうございました。まだ終わらないよ。まだこれから闘魂の夜はまだ終わらない。あとこれから10年佐々木拓郎時代が始まります。ここからですね、10年。始まんないまま終わる可能性あるもん。気づいたら終わってるみたいな、うん、そのぐらいがちょうどいいよね。アドレナリンがさ、バランスでさ、はい、切れた瞬間どっと疲れが来るよ。明日めちゃくちゃダメージあるかも。闘魂の夜はまだ続くけど、ここから兄貴の焼肉とラーメンの地獄が始まる。じゃあ本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。闘魂ピーナッツこれから頑張ります、はい、ありがとうございます。会長よろしくお願いします。お前悪いな。